これは雄ヤ殿を救う唯一の方法でござるこうしなければ彼はいつまでも刀の操り人形のままでもそうだとしてももし本当に危険な状況に陥ってもお主らがそばにいる罪のない被害者を救えるのなら拙者はこのような危険も厭わぬでござるよ